マロニエ、新宿号。マロニエ、新宿号とは、東京都渋谷区のバスタ新宿、新宿駅新南口と栃木県佐野市の佐野新都市、バスターミナルとの間を結ぶ、中高高速バス路線の愛称である。現在は、JR バス関東が単独運行する。本港では、東京駅と栃木県両毛地区間を結んでいた、号、号の、 マロニエ号への統廃号により登場したマロニエ、東京号、及び、深夜便のミッドナイトマロニエ号についても記述する。マロニエ、新宿号は、2001年7月、東京新宿福都心と宇都宮間を結ぶ中高の高速バス路線として、関東自動車と JR バス関東の共同運行路線として、開設された。開業当初は、東日本旅客鉄道が、 湘南新宿ラインを開業させる前であり、マロニエ、新宿号は一定の利用率を維持していたが、その後の湘南新宿ラインの開業と増発に、伴い利用率が低迷し、割引運賃の導入や便数減、下り便の東京駅経由への変更、また一部便の東京駅始発への変更など、運行効率を高める策が講じられてきた。2004年、 佐野藤岡インターチェンジ近隣にオープンした佐野プレミアムアウトレットへの利用者の足としてマロニエ新宿号の一部便を佐野藤岡インターチェンジから一般道経由で同施設にる経路としたところ好評で週末の新宿駅東京駅佐野間の利用者像という成果をもたらしたこれに伴い開設されたのが佐野プレミアムアウトレット経由で東京駅足利駅間を結ぶ 足利カらせ、号で開業当初から JR バス関東の単独運行であった。栃木県両毛地区の中規模都市の一つであり、当時東京まで乗り換えなしで結ぶ公共交通網が東武鉄道の特急両毛毎日一応浅草駅発着のみであった佐野市と東京山手線内の各駅間をダイレクトに結ぶマロニエ新宿号足利カガワタは 12.5万人の佐野市民に東京への足として次第に定着していくこともある。その一方で、宇都宮、鹿沼方面と東京間の利用は、佐野経由による所要時間延長により利用者が減り、栃木県内、宇都宮佐野間の区間利用が可能な制度を導入するも成果が上がらず、もともと新宿宇都宮間の利用を期待していた関東自動車、関東バスは2006年、 マロニエ、新宿号から撤退するに至った。また、足利渡らせ、号も、国道50号渋滞に巻き込まれて延着が、発生ルなどで利用者が伸びず、減便を経て2007年に、佐野足利間を区間廃止して、運行区間を、東京佐野間に短縮、愛称を、マロニエ、東京号に変更した。同年、東京佐野間の利用率もかんばしかったわけではないが、 佐野市が中心となって当時バス乗務員が行っていた、佐野での乗車券発券作業もまかなる佐野新都市バスターミナルを開設。佐野市の後ろ盾を背景として、同区間の増便が行われた。2009年8月31日には、神ヌバスターミナル宇都宮市内確定留所館。2013年6月2日には、佐野新都市バスターミナル。 カヌマバスターミナル間の営業運転がそれぞれ終了し、現在は新宿駅差の新都市、バスターミナル間のマロニエ、新宿号と東京駅差の新都市、バスターミナル間のマロニエ、東京号を合わせて平日28往復と休日33往復、深夜便、ミッドナイトマロニエ号下り一本を含むが運行されている。2010年10月1日より、 JR バス関東の高速バスとしては初めて、運賃の支払いに追加パスモが使用できるようになった。また、同日より、深夜便、ミッドナイトマロニエ号を、新宿駅佐野新都市、スターミナル館で運行を開始している、下り一本。2016年4月4日より、新宿駅の発着場所を、バスタ新宿、新宿駅新南口に変更した。バスタ新宿。 新宿駅新南口、池袋駅東口、上り校舎のみ王子駅、佐野プレミアムアウトレット、下り便の一部が停車さの新都市、バスターミナル。東京駅、上車、八重洲南口、校舎、日本橋口、王子駅、上り、全便と折り便の一部が停車。佐野プレミアムアウトレット、下り便の一部が停車さの新都市、バスターミナル。 下り最終便は事故を参照。明治通り池袋駅東口。ビッグカメラ。池袋本店パソコン建前。上りのみ明治通り王子駅。上りのみ。から。国道122号。北本通りから関7通り鹿浜橋で入り口。下り。東両家出口。上りから。首都高速川口線。川口 JCT 東北自動車道カヌマ IC。カヌマ IC 入り口。カヌマインター通り。 津上車庫、カルマインター通り、滝谷町平成通り一条二丁目、東京街道東部宇都宮駅西口、池上町交差点大通り、県庁前引く大通り宇都宮駅西口国道123号、宇都宮大学、ミネキャンパス宇都宮大学工学部シンガー美工、工場跡地、ゲンベルモールから、県道64号、柳田車庫、 首都高速中央環状王子線開通に伴う、経路変更は2004年7月から、国道20号、新宿通り、半蔵門、内堀通り、日比谷国道1号、日比谷通り、馬場崎門、丹野京通り、東京駅アイス口、古福橋で入口または、宝町出入口首都高速都心環状線、江戸橋 JCT 箱崎 JCT6 号、向島線、 とってり JCTC に中央環状線、広北 JCT 広北 JCTC に中央環状線王子北出入口国道122号、王子駅明治通り池袋駅東口、明治通、り、広北 JCT 首都高 S1 川口線、川口 JCT 東北自動車道、佐野富士岡安市国道55、佐野プレミアムアウトレット国道55、 佐野藤岡 IC 東北自動車道鹿沼 IC、鹿沼 IC 入口、鹿沼インター通り宇都宮市内、佐野プレミアムアウトレット国道55国道293号、朝倉町国道293号田中町国道293号足利市内。佐野プレミアムアウトレット佐野新都市、バスターミナルの変更は2007年1月から、明治通り池袋駅東口、 上りのみ明治通り王子駅国道122号、王子北デイリーク、首都高 C2 中央環状線、港北 JCT 首都高 S1 川口線、川口 JCT 東北自動車道、佐野富士岡 IC 国道55、佐野プレミアムアウトレット国道55、佐野富士岡 IC 東北自動車道鹿沼 IC、鹿沼マバスターミナル、鹿沼マインター通り戸上、カヌマインター通り、 滝谷町平成通り一条二丁目、東京街道東部宇都宮駅西口、池上町交差点大通り、県庁前引く大通り JR 宇都宮駅大通り、大谷街道 JR バス、宇都宮支店佐野プレミアムアウトレット国道50号、国道293号浅倉町国道293号、田中町国道293号、足利市内、 JR バス関東は、支店ごとの独立採算性を重視しており、宇都宮支店においても東京発の高速バス路線の一部を担当していた。このため、営業便による東京支店までの乗務員送り込みにより、効率化を図目的で、マロニエ、新宿号の開設に至った。また、当時の共同運行会社である関東自動車は、 宇都宮新宿副都心館において新幹線より安価で乗り換えなく快適に移動できる交通手段を選択する利者の利用を想定し、マロニエ新宿号の開設に至った。当初は関東自動車の期待通り時間より安価、快適を重視する利用者により一定の利用率を有していたが、時間、価格、快適性のすべての面で、これに勝る湘南新宿ラインの開業。 2001年12月、二入り競合関係となり、平日割引運賃設定や、下り便のみ、東京駅経由への変更、便数削減や一部下り便の東京駅始発への区間短縮、その後のマロニエ、東京号など、利用率促進策を講じるが功をそうしなかった。2004年7月、マロニエ、新宿号は、利用促進策の一環として、 運行経路の途中にある、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジにほど近い、佐野プレミアムアウトレット横への乗り入れを開始、宇都宮市内佐野間の区間利用も期待して、栃木県内相互間の利用も可能した。これは一定の成果をもたらし、東京佐野間の週末利用者が増加、2005年10月の足利渡らせ号、東京駅、八重久の JR 足利駅開設により、 一層の利用像が期待された。しかし、もともと首都圏の旅客運輸網からやや外れた位置にあった人口12.5万人の佐野市民は東路線を東京方面への足として位置づけ、佐野市はその交通ルートとしてこの運営に注力することに行ったが、その一方で佐野で高速道路から一般道に降りて乗降を行うことにより、 佐野付近の交通渋滞に巻き込まれたり、佐野バス停で停車時間が延長するなど、宇都宮方面利用者にとって、一定の着席保証に必して時間的損失のデメリットが著しい状況となり、東京方面と宇都宮方面間の利用者は激減。もともと、宇都宮市と新宿間の利用を期待して、運行担当ていた関東自動車は道路線から撤退するに至った。なお、 関東自動車は、現在も、空港リムジンバス路線として、マロニエ号を運行しており、高速バスに関わる、マロニエの商標は、関東自動車の登録商標である。関東自動車が撤退すると、JR バス関東は、マロニエ、新宿号、足利渡らせ、号の東京、新宿、サノプレミアムアウトレット間の回数券を、共通利用化都市東京サノ間の利便性を、 向上させたが、佐野地区には JR バスの発見所がなかったため発見業務は乗務員の手作業に頼っており、これが原因で長時間の停車を強いられ、佐野家の所要時間改善を図る策は講じなかった。こうして東京宇都宮方面間の営業路線価値はさらに低下し、その後は東京佐野間の交通手段としてダイヤ設定されることになる。そして2007年には、 佐野足利間が区間廃止され、愛称も足利渡らせ号からマロニエ東京号に改めて運行されることとなった。また、発見機能を有する佐野新都市バスターミナルが佐野市の全面的バックアップで建設され、新宿東京佐野間の便数が増発された。2009年8月31日、マロニエ新宿号は、 宇都宮市域内停留所での運行終了。翌9月1日からは、運行区間を、新宿、佐野、鹿沼、宇都宮間に短縮して運転されることとなった。この改正で、東京、新宿佐野間は32往復に増便された。同年11月1日、佐野新都市、バスターミナルに隣接して、佐野支店が開設されたことにより、同支店が、 主に担当するようになっている。原則として三菱不走エアロエイスやヒノ、セレガなどの40人のり化粧室付きハイデッカー車が使用される。一時期、青春エコドリーム号の間合いで、ダブルデッカー車も運用されていた。乗務員は、マロニエ、新宿号は、佐野支店、宇都宮支店、長野原支店、中央道支店座営業所が、マロニエ、東京号は、 佐野支店及び東京支店が担当する。佐野支店、東京支店、諏訪営業所の車両が運用される。2001年から2006年、車両は他の路線に転用。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。